橋岡所属ルートン、前半で3例、後半に4失点でいく。ルートン例3からの逆転負け間近。3でもない試合で草。ルートン攻撃力全振りで守備ガル。ルートンってなんで複数得点いつもするのに負けてるんだ？後半だけで4点取られて負けるの精神的にも相当きついな。3点差ひっくり返されちゃ残留厳しいな。誰だよルートン残留あるぞとかフラグ立ててたやつ。橋岡やられまくってんな。後半から見てたけど明確に橋岡狙われてた。ルートンはルートンで良くないけど、橋岡自身の守備対応もかなり悪い。以前見た印象通りの守備の緩さやポジショニングの悪さ改善しない限り難しいと思う。橋岡時間、今季あと何回見れるだろう。